はい皆さんこんにちはゆーです今回はラブライブでございますということで今日は3月の22日火曜日です今からですねもう夜の9時半なんですけども今からこちら ラブライブのファイナルライブのチケットを発見していきたいと思います。でですね、こちらのチケットのまあ引き換えというかまあ発見ですね、A、は17日先週の木曜日から始まっていたんですけども、えー、僕ようやく今行きたいと思います。えー、BD 選考でもね、ブルーレイの選考抽選でもなんか2階席とかになる方が多いみたいなんですけども、僕は果たしてどの席になるんでしょうか。えっと、今までブルーレイの選考だとなんかいい席になって、 出たんですかね、えー、そこら辺の情報がわからないんですが果たして僕はどこになるんでしょうかでねちょっと話それるんですけども今日ね、えー、スクフェスでなんとニコちゃん限定の勧誘があるということで、えー、引きたいと思いますいやーびっくりしましたねで昨日見てえニコちゃんだけと思ってで他のねメンバーも各1日ずつでその日限定で、えー、そのキャラしか出ないガチャがいるということでね、えー、引いていきたいと思います僕はニコちゃんをはいということでちょっと話しされましたが今から。 発見していきたいと思います。 はい帰ってきました。夜だったんでね、ダッシュで行って、ダッシュで帰ってきました。で、あんまりね、詳しく見ずに、チラッとね、見て、これで大丈夫ですかって店員さんに言われたんですけど、名前のとこだ名前書いてあったかな。もうね、本当にパッと見て、はい、大丈夫ですってことでね、すぐ受け取ってきたので、あんまりチケットじっくり見てません、えー。これからね、じっくり見て、席どこだったのか確認したいと思います。でね、座席なんか確認できるのかなと思って、一回ね、えー、ネットで調べたんですよ。東京ドームラブライブって売って。 調べたら、えー、ブログかな、えー、なんか出てきて座席がね表みたいので東京ドームの座席,配、えー、座席配置列っていうのがねあって、えー、多分それを見ればいいんじゃないのかなと思います、はい本当にね何もかも初めてなのでちょっと今戸惑ってます、はい、ということで今からね座席見ていきましょう見ますじゃあチケット見たいと思いますせーのどんはいえー、3月31日ですよ僕はうんん ああ名前書いてありますね僕の本名が書いてあってえー、っとどこ <laughs> どこなんとかブロックって書いてあるんですけどこの数字が変わるのかなちょっとその、えー、サイトの東京ドーム配置列を見ると。 はいえー、とねあんまり詳しくサイト見てなかったせいもあるんですけど若干今困ってます困ってますはいということでえっ、ー、とねアリーナって書いてあるんですけどアリーナはなんか関係あるのかなえっ、ー、とあーアリーナとスタンド1階2階に分かれるのかなかなえっ、ー、と分かんないんですけど一応じゃあアリーナって書いてあるんでアリーナですはい。 アリーナです <laughs> なんか微妙な微妙な,なんかリアクションになっちゃってすいません本当はね本当は僕のプランではこうやってね見てね「はいどこどこでーす」って感じでね一発ですぐに喜びたかったんですけどちょっとあまりにもね始めてすぎてちょっといまいちなリアクションになってしまいましたえっとアリーナですはいということでこれねほんとどこまで行っていいのか分かんないんですけどえっとアリーナのどこになるんだろう はい今ですね一応他のブログとかも見たんですけどちょっとやっぱりわかんないただね、えー、番号とかを見る限りアリーナのその後ろの方だと思います多分ね、えー、番号がね若くないので結構後の方なので、えー、多分もう後ろギリギリなのかなっていうぐらいのね、えー、ところだと思いますで他のサイトとかもね見たんですけど東京ドームは音響が悪いとかなんかほぼ 見えない席だぞこれはみたいな感じがねえ出ててえーそうだのって思ったんですけどまあ行けるだけでね僕はいいんじゃないかなと思ってしまいましたはいということでえーっとちょっとねなんかほんとざっくりとした発表になってしまったんですけどもアリーナのえーまあどっかしらに僕もいるということでございますということでえー座席の発表でございましたえーっとアリーナだからあの平面のところかなえーにいますはいということでえーチケットも無事発見したということでで、えー ライブまであと2週間切ってますので、えー、楽しみにね待ちたいと思いますはいということで今回はなんか変な感じになってしまいましたけども「えー、ラブライブのファイナルライブの、えー、座席発表で、えー、ございました今回も最後までご視聴ありがとうございましたえ本当に <music>